つい先々週ぐらい、はい、行ってきました。30をやっぱ過ぎてからちゃんと検診を心がけるようになって、やっぱり基本的には1年に1回っていうぐらいはのペースでは行きたいなって思ってるんですけれども、ちょっとなんか自分の中でやっぱり気になってくるので、まあ、そういったタイミングで行くようにしてますね。早期発見、早期診断、早期治療。